藤井五冠と渡辺明棋王との棋王戦五番勝負は今日が第3局。ここまで2連勝している藤井五冠が勝てば、羽生善治九段に次いで史上2人目、史上最年少での六冠達成となります。対する渡辺棋王は後がなく、今日の第3局で一矢報いて第4局に望みをつなぎたい考えです。勝敗は今日中に決する見込みです。